一個いいっすか、お願いというか、提案なんですけど、うん、何突然ですけど、今日お酒も飲まれてますし、うん、僕飲んでないんで、うん、車で来てるんで、うん、お家までお送りします。今日、はい、今日来んの帰らない。で、もし差し支えなければ少しだけお邪魔してもらえます。マジでやば、え、あの突突やな、はい、ちょっと私、あのちょっと散らかってるかも。いやいや、全然、それはもちろん、あの、ま、待ちますし。マジで来んの？いいですか？え？ちょっと女性の、うわ、一人暮らしのお宅に行くっていう。すごい、うわ、ちょっとイケイケんやな、別れて。はい、もう今、イケイケのチャンスやってるから。マジか。今日、サリナさん家行ってもいいですか？マジか、いいよ、いいよ、家ね、オッケー、わかった。で、俺家帰んないかもしれないし。マジでやばいイケイケやし、やば、全然家とか帰んないかもしれないし。いいっすか、来る、いいよ。いや、なんか、いや、帰っては欲しいけど。はい、もちろん、ある程度の時間だったら私一人になりたくなるから、12時超えたら、はい、だからもう12時シンデレラですね、もうもう12時超えたら、うん、ちょっと分かりました。もう寝たいから帰ってくれんかなってなるかもしれんけど、お邪魔しませんけど。あ、マジで、すごっ、なんか急にギラギラ。でもいいな、芸能人の家行くのもなんかドキドキしますね。そしてエスコート急にいいね。いや、なんかお店今日取っていただいたんで、じゃあちょっと家まではお送りさせていただこうかなと、うん、ありがとう、優しい、さすが。で、ちょっとお邪魔するというそれ上等手段みたいな。すみません。よし、じゃあサリナさん、ちょっとやいいですか、マジでご自宅まで送ってくれんの。はい、ありがとう。なんか生々しい動画ですね。いや、この影の当たり方とかも前ドライブトーク行った時に、そうそうそう、お迎えに行ったじゃないですか。うん、なんかあれなんですかね、結構割と自宅近いっすよね。めちゃめちゃ近い。何度連絡しようと思ったか。マジで歩いて、歩ける、行けますもんね、歩ける。でもさ、はい、そうは言ってもさ、はい、ほんまに連絡来てさ、うん、飲めへんって。いや、全然いいっすよ、マジで。マジでいいっすよって偉そうなあれですけども、なんかあの僕もほんと家で一人でね、あの退屈してること多いんで、そういうむしろ急のお誘いが嬉しいっすね。マジか。しょっちゅうそういう男友達とかからそういう誘い来たら結構男友達、ちょっと待って、私おんないけど。あ、いやいやその女の子からも来る。いや、女の子からさすがにその夜、うん、何してるとか言ってこい、飲まないはなかなかないっすけど。へー、あ、そう。でもほら、男友達からそういう誘い来たら俺喜んで行くから。へー、酒飲まないくせに。うんうんうん、はい、やっぱり夜女の子から飲まないって誘うのってちょっとあれなことなんか。いや、なかなかそういう関係性の子が、仲いい子でいればね、お酒飲む仲いい子が、うんうんうん、だけどなかなかないっすね、確かに。しかもさ、彼女行って長かったから女友達もあんまり薄かったかもしれないしね。まあ、そういうのもね、結構、うんうんうん、あったかもしれないですけど。ねえ、っていうかさ、なんでさ、バレたんやな。あ、正直に言ったからか。何がですか？その恋愛のことさ、その彼女と別れたんですとか言うの。はいはいはい。それってもう、彼女がいるって世間にはバレてるから、はい、別れたこともちゃんと言わないとと思ったってこと？いや、別になんか正式に発表したわけではないんですけど、うんうん、なんかの記者会見みたいなのがあって、うん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 、イベントのね、うんうん、その時になんかちょっとした言葉尻をなんか捕まえられて、おう、それで藤森破局かみたいな報道バーってなって、でその直後になんかサンジャポに呼ばれて、うん、サンジャポって大体そういう時にしか僕なかなか呼んでもらえないんですけど、 でそこで太田さんに「ないね、お前別れたの？」とか言って散々いじられて、うん、それでまあ周知の事実になるって感じ。別に自分でなんか別に会見開いて別れましたってもちろん言ったわけじゃない。え、それってさ、付き合う時は言ってなくて普通に取られてバレたっていう感じ？はい、ああ、そうですね。で付き合い、はい、お付き合いしてますって言って、そうです、まあそんなの取られたからどうなのって言ったら、いや、あの彼女いますって言ったぐらいだと思います。ね、それってさ、結構大変じゃない、はい、相手が一般の人やった場合。いや、なんで、でも逆に一般の子なんで、お付き合い
き合いさせてもらってますけど、うんうん、もうそっとしていてくださいっていう。別にそれからそんなにしつこく来ることはないですよ。へえ、あ、そうなんや、うん、いやちょっと楽しみだな。久々に一人暮らしの女性の家に行っちゃうわけですから。そうやね、今は一人、まあ、息子がいるんですけど、一人暮らしの女性が男を家にあげたらそれなりにあれですよ。いや、覚悟が終わりでのことってこっちは感じがします。あ、そうなんや。それってそれはそうですよ。それは若い女の子の場合やと思う、はい、え、どういうことですか。私普通に男友達と飲んでて、はい、え、2人きりで家に男性あげたりします。うん、でえちょっともうちょっと喋り足りひんからさって言ってさ、はい、別にもう本当あのもう本当変なこんな関係で友達やから、はい、あの家誘うんで変に思わんといてなって、もうちょっと喋りたいからさコーヒー2杯とかだけ、そんな言われてもやっぱ人によってはあのなんかもう我慢ならねえみたいな人いるでしょ。そんなことない。でそういう感じの人は家にあげへん。あ、やっぱもう雰囲気でわかるんですね。わかるわかる。え、もうわかるよ。確かにそれわかりますね。わかるよ。だから藤森くん今もう朝までどうのとか言ってるけども危険を全然感じへんからそれ心外だな、ちょっと全く何があるとは。それはそれで侵害ですよ。シャラオの流すとありますね。悪いけど。だからいくら来てもいいよ家。マジで気をつけてください。だってギャグに聞こえんもん。いやいや、テキーラありますよ。酒の勢いで。はい。テキーラパズイチかましちゃえば飲まれへんやろ。車もね。テキーラなんか飲んだらバタンキューやろ。全然バタンキューや。お水もらっていいですかみたいになるやろ。すいません、本当にちょこっとだけじゃあお邪魔させてください。でもちょっとそろそろもう着くね。家の近くなんで、じゃあ一旦行け。ちょっとこの後はサリナさんの自宅で、はい、どんなお部屋なのかちょっとドキドキしてきましたけども。おうおう、なんかそんな言われたらドキドキしてきた。お邪魔します。ようこそ。本当に来ちゃった。ほんまに来た。めちゃくちゃおしゃれですね。やばっ。ほんまに来てサリナさん、やっぱ潜水全然来んねんな。来ますよ。ほんまに結構イケイケっていうか。サリナさん忘れてませんか。チャラ男ですよ私。忘れてた、すっかり忘れてた。もうちょっとお酒を飲んだ女性をね、そうよね、送ってきたわけですから、うん、それは家上がります。家上がり込んでくんねんな、はい、ほんまにちょっと久々のチャラ男健在やん。久々のことで僕もドキドキしてます。私もほんまに来んねやと思ってびっくりしてんねんけど。ちょっといい、じゃあとりあえず上がって。マジでなんかここ、これサリナさん、これちなみにと息子さん、これそう、私と息子。うわー、なんか素敵。ありがとう。レポートもしてくれんねん。え、絵なんすかこれ。それキャ、あのキャンパス時にこうなんか吹き付けるみたいな。プリントして、プリントして。おしゃれだなー。なんかレイアウト、こ、え、これは、あ、これ宗広さんじゃない。そう、これ宗広。宗広って学校やって、学に宗広で、めちゃめちゃおしゃれ。ありがとう。すごい。うわ、え、リビング？リビング超おしゃれ。嬉しいけど。これはちょっといいですか、写して全体。いいよ、どうぞ。めっちゃおしゃれ、なにこれ。ねえ。ほんまにこれ。あったか床暖だ。そう、寒いからね。俺すっごい好きですわ、この。うわ、嬉しい。お部屋の雰囲気ってか。うわ、嬉しい。照明とかもちょっと。なんだろう、うちの感じともすごい似てるんですよ。へえ、結構みんな来たら落ち着くって言って、はい、長いしていく。この照明とかも好きだし、あと俺このラグも好きですね。あ、ラグね、僕もこういうラグ好きなんです。あ、ね、いいよね、キャンドル。ちょっと待って、この時計もすげえおしゃれなんですけど。かわいいよね、これ。いいよいいよ。何これ、え、流木の、もう何時何分か正直全く分かんないけど。そう、見慣れたら分かるから。でも、まあ、僕の中で9時過ぎや、時計ってあの時間分かんなければ分かんないほどおしゃれだよねっていう持論あるんで。なるほど。え、めちゃくちゃおしゃれ。これ何、サリナさんがこうなんか全部一人レイアウトというか、うんうん、全部自分でやった、階層も自分っていうか。いや好き、俺こういうなんか台とか全部好き。うわ嬉しい、ありがとう。褒め上手やね。いやいや、ほんと乗ってきたら、ちょっとカクテルでも飲んでく。え、お酒いただけるんですか。ちょっと作ろうか。そう、ちなみにもう今、うん、私あまりにも実は家近かったんで、うん、車
あの自宅に置いてきましたんで。だからちょっと時間かかった。はい、ぶっちゃけ やる気満々マジで。サリナ俺飲めるぜ。やばやば、ぶっちゃけ飲めるぜ。あ、それでちょっと時間かかった。そう、すごいね。なんかパーキング止めようと思ったんですけど、うん、結局うわちょっと空いてなかったから、じゃあもう家止めた方が早いな。うわ、もうチャラ男全開で来てるやん。はい、フリーになって。もう全然グイグイでもない。マジで、はい、ちょっと私が最近ハマってるカクテルを作るわ。じゃあマジっすか。えめっちゃ美味しい。多分お酒がそんなに飲めなくても。てかキッチンもおしゃれね。飲めるとねえ思う。これだから内装自分で全部変えたってことですか。全部変えた。買ったマンションだ。じゃあこれもう、そう買ったマンション。いや、こことかだってすごいいいっすか、こっちも。もちろん、どうぞ。こんなに、ちょっと怖がり式のこのリビング超いい。おしゃれ。照明の当たってる感じとかもおしゃれだし。へー、嬉しい。褒めてくれるね。ダイニングもこのいいっすね、このシンプルなこの。めちゃめちゃ褒めてくれる。いやいや、じゃマジで好きなんですよ。あ、これ椅子のさ、サリナさん。こういうヴィンテージですか、それとも結構本当に使っててこうなりました。使っててそうなったと思う。あ、じゃあ本当にかっこいいや。へえ、使っててそうなった。いいっすね、このここら辺のこのやれ感がいい。え、ちょっと本当にマジでおしゃれ。めちゃめちゃ褒めてくれるやん。ちょっと張り切ってカクテル作っちゃおう。ちょっと待って、そんなに言ってくれるなら。なんでテンションぶち上げて。ちょっと待って、軽ーはまあ映さない方がいいですか。あ、いいよ、映していいよ。カルーアって俺大学生以来なんですけど、あのエスプレッソマティーニっていうのを作ろうとしてる。なんですか、これさ。音鳴ってる。何、映画館でもイギリスとかやったら映画館にコーラとワインとエスプレッソマティーニだけ置いてるぐらいメジャーやねんけど、はい、日本では全然ないねん。え、見たことない、知らないっす。これエスプレッソのお酒やねんけど、はい、めちゃめちゃ美味しくて海外じゃ結構メジャーやねんけど、あんまり日本にはないのを。すごい、そんなことが。そう、作って飲んでんねん私。そっか、今は実際ここじゃもう一人で住んでるってことですもんね。そうそうそう。いや、いいなこれ。ちょっといや、いきなりなんかこの植物の配置がいいっすよね。マジか、めっちゃ褒めてくれるやん。ちょっとドライなやつもあれば、そう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 、ね、成果もあってみたいな。そうそうそう。ちょっと待って、こういう例えば台所のこういうのも全部自分。あ、もうそうそうそう、このレンガっぽいこういうのに張り替えるんですか。張り替えてもらった。もともとここ壁やってん。あ、抜いて。そう、子供が生まれた時に料理しながら様子見たいなと思って、オープンキッチンみたいな。そう、オープンキッチンに作り替えた。はあ。でもね、何、そんな家を見に来たわけじゃないから今日。何、いやいやいや、困るんやろ。俺女性の今日泊まりに来てるから俺。離れるわ。うん、困るんやろ。朝帰りしていい。うそっけ、ほんまに。朝帰りしますから。なんかさ、童貞キャラみたいやで、ね、逆に朝帰りで。家もどうせ近いけど。すごいすごい、今本当になんか童貞キャラみたいな。なんか素敵、こうやってキッチンでなんか作ってくれてる姿いいっすね。しかもカクテルをね。童貞キャラみたいになってるね。童貞キャラみたいになってますね。え、これなんすか、これスツール、ハイスツールもしかして。あ、そうそうそう、椅子なんだ。そう、椅子。おっしゃー、見てわい、こうやって座れる。嬉しい。ちょっとしたね、ちょっと料理の合間にここで お酒飲んだ。あれ、え、どうぞ。エスプレッソマティーニです。え、これちょっとカクテルグラスがなくてあれやねんけど。ツーショットで乾杯。乾杯。、ね、いただきます。お酒弱いのに。どう、うまいける。おお、よかった。え、甘い。甘いよ。え、いや、いい。お酒弱いから甘いお酒は好きです。おお、でも結構強いね。大学時代俺カルーアミルク大好きでした。あ、カルーアの大人バージョンですね。うん、ミルクじゃなくてコーヒーなんだ。そう、エスプレッソ。美味しい。そうやね。でも結構酔うねんで、これ。カルーアってアルコール強いですからね。うん、ちょっと座っていいですか、一回仕切り直してゆっくり。もちろん。めちゃくちゃいいお部屋。どうぞ、お邪魔します。
すみません、改めまして。改めまして。乾杯。乾杯、ようこそ。素敵なディナーにお誘いありがとうございました。いや、とんでもない。まさか、その流れで家来ると思う。いや、ケーキやな。いや、本当はあのお店で僕の方の分も取らせてもらおうかなと思ってたんですけど、うんうん、すごいね、流れにね、こんな我慢できなくなっちゃうしかもちょっと待ってください、このアルコール結構強いですね。結構強い。まだ二口ぐらいですけど少しだけ酔ってますもん。酔ってるよね。あ、だからゆっくり飲んで、水もあるから。いや、あと口当たりから結構グビっていっちゃう。そうやね、やばいよな、これ逆よな、男が女に飲まそう酒よな。ですね、これ逆に酔わされてますもん。酔わされでもグイグイいっちゃうよ、やばいの。あの、お酒っていう感じが全くしないですよ。そうやね、これにハマってて、はい、私結構飲んで朝までえって一人になってテンション上がって映画見たり音楽聴いたりとか。一人で。そう。あ、すごいわ、これ楽しいかもしれない。そう、結構楽しいで、一人も、うん、で、たまには友達とご飯食べに外出たりするけど。じゃあ基本もう何、ここでこうやっているんですか。そう、どんな感じですか、普段のサリナさん。もうお酒飲んでる時はこうやってね。いいっすね、ちょっとラフな感じ、いいっすね、うん、で、ここで映画見て、うん、とか、次はベッドで見ようって言ってベッド行ってみたりとか、音楽聞こうとか。あ、ベッドルームにもテレビあるんですか。そう、ベッドルームは、え、何その公開してるんですか。あ、見せてないかもやけど、え、いいけど。え、チラ見ベッドできます。チラ見ベッドできる。失礼なのかな、いきなり女性の家来てベッドルーム。いや、失礼じゃないけど、すごいよね、そんな人おらんよねちょっと今酔ってます。あ、そうやね。でも、ごめんなさい、酔ってるから本当に、そのままバーンって押し出してくださいそれは大丈夫やろうけど、チャラ男出ちゃったらすいませんチャラ男さ、チャラ男じゃないやん。なんか何とかご飯食べて分かったけど、もう全然チャラ男じゃないよね。すいません、そんなことは絶対できませんけど真面目に単純に。え、全然いい。このおしゃれな家の、うん、そのベッドルームが見てみたいっていう。もう、いい、あ、ちょっと違う感じやで。すごい、マッサージ機買ってさ。マッサージ機、あー、なんか優しい部屋テレビで。ちょ、ごめんなさい、本当にごめんなさいね、いいっすか、うん、どうぞ。いいよ。ちょっと、なんかシンプル、シンプル、いい匂いがします。あ、そうかも、あるもん、ね、なんか炊いてます。あ、炊いてるね。え、ちょっと電気つけて、電気つけて。すっごい、あ、でも、ちょっと待ってください、これが普段の明かり。あ、そう。あー、セクシーな色うそやあ、テレビこうなってんだ。そう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 、ベッドルームに。これすごい。いや、ごめんなさい、ほんとこんなのね、多分失礼なあれだと思うんですけど。いや、失礼っていうか結構いい経験やなと思って。ごめんなさい、いや、ちょっとほんとおしゃれな部屋が好きだから。うん、ちょっと単純にそうやんな、それで見たかったので、すいません。飲んじゃうっしょ、今日ウェーイウェーイウェーイおお、うわ、すご、結構強いで。これ結構こんぐらいありました。うん、ウォッカが何ミリ入ってるか。これウォッカ入ってるんですか。そう、ウォッカ、カルーアと、カルーアとウォッカと、カルーアにウォッカ入れてるんですか。そう、道理で頭すっげー回るなと思ったんですよ、マジで。あ、ウォッカ入ってんの。あの、今ぐるんぐるんです水飲め、水飲めサルさん、なに、本当に今ぐるんぐるんです。マジか、水飲め。危ないっすよ、これ危ない。いや、ウォッカ、私がすげえ酔わせるみたい、連れ込んでさ。危ないですね、これ。女の子酔わせる、あって逆、うん、逆やろ、なんか、あの、女の子にテキーラ飲ませるみたいな、みたいなやつやっちゃった。聞いたことあるけど、まさか女性側からこれやられるとはちょっと悪いことしてる気分になっちゃった。なんかドキドキしますね、うん、ぶっちゃけやろ。だってさっき、うん、今日まだ2回目ですよ。そうやで、いや、私2回目、あ、よく考えたら、うん、2回お食事した。そうやで、女性の家に。そうやで、だからまあさ、なんか口乾いてきましたもん、ちょっと緊張なせいか。あの、はい、一応さ、年上やからさ、はい、いや、それはとか、まあ、ちょっとカッコつけて言いたくないやんか、はい、っていうのがあんねんけど、私も緊張してんで、いきなりほんまに来てで、お酒弱いのも分かってるけど、グイッと一気して、まあ、ちょっと緊張、あの、僕自分で自分の尻叩くつもりで飲んじゃいました。これ飲まないと、あの、ちょっとこのまま
縮こまってるまんまだなと。でもこれで逆にあのお酒で気持ちが大きくなるっていうのもちょっと恥ずかしいんで、うん、そうよ、このぐらいにしておきます。本当今日はすいません。これ以上いくとなんかちょっとなんかさ言ってなかったっけ、押し倒すよとか。いやいやそれはもう押し倒しちゃいますよって言って入ってきてた、入ってきてたで、はい、来た時はまたちょっと次の機会。それは、まあ、それはそうやんな、私もびっくりする、はい、いやおかしいしな、うん、これでいきなり、いや2回目のご飯で家来たのもかなりなんかだいぶちょっとあの攻め込んでるなと思った。しい、ね、もちろん押し倒せないですけど、あの酔っ払っちゃった勢いでじゃあちょっと言いますけど、うん、じゃあちょっと何秒間までずっと見つめてられるかちょっとやってみましょう。うわマジか、思わずあの男女が何秒経ったら男女は押し倒したくなるのかと。そういう遊びをしてんの。いやいや、したことないですけど。それやったら帰ります。帰れ、これ以上はあのちょっと危ないんで。帰れ、自分ほんと酒弱いし、こめちゃめちゃ強いんですよ。もうちょっと多分今ね、あの口回んなくなってきてるんですよ俺。そんな、まあそこまで強いけど、まあまあ大丈夫やね、はい、変なもん入れてる。笑うとかなしで。ほらサリンさんはもうなんか最近すごいお芝居とかもやられるじゃないですか。わかった、だから本当そういう、え、ほんまに分かった、それめっちゃ可愛い遊びやね、ワンシーンだと思って。めちゃめちゃ可愛い遊びや、はい、え、見つめ、何秒見つめ、あるドラマだと思ってます。これどうなったら負けなん、あの、思わずこう行きたくなったら負けです。はい、そうだ、いやもう全然見れるで私。あ、本当ですか。いや、え、全然見れる。え、笑うのはあかんの。ダメです、笑っても負け。うわ、笑う、笑っても負けです。笑っちゃうわ、今めっちゃ見てんのも。はい、笑っても負けです。なんか笑っちゃったし、お酒飲んだらめちゃめちゃゲラになって、はい、もう超ハッピーになるから笑うち。分かった、笑う。いいですよ、笑ってもいいですよ、そのなんか流れの、お芝居の流れの中の笑いだったら。分かった。じゃあ行きます。で、可愛くない遊び、アクション。ちょっと酔っ払っちゃったな。大丈夫、酔ってんのか。ごめん、全然目合わせてないけど。いや、ちょっと待ってください。一回も目合わせ、恥ずかしいから、まあ、ゆっくりやらしてください。あ、ゆっくり、あ、気持ち作ってたんだ。そうそうそう、ごめんごめんごめん、ごめん。で、そっから向いたら、あ、そっから僕、ごめんね、用意、はいで僕と思ったら、はい、すっごい時間かかってた。すいません、分かった、用意、あ、もう何もセリフとか、ごめんなさい、変なのいらなかった。分かった、用意、スタートで、うん、ゆっくりこう向いて、うん、目があったらスタートですね、うん、行きましょう。用意スタート。いや違う違う、にらめっこじゃないんですよこれ。にらめっこじゃない。ごめんごめん、でも待って、大丈夫かなこれ、何が面白いんだろうこれ、本当に大丈夫かな。ほんまやな、見てる人、おい、知らんで、これ見てる、ごめんなさい、これもしかしたらもう事故、事故になった、事故かもしれん、はい、事故になるかもしれん、うん、危ないっすよこれマジで、本当にこれすごい酔うよね。これは良くないですよ、この飲み物は。はい、確かに、はい、私結構好き。今あのカメラが一応回ってるということだけで、うん、私理性保ってますから。へえ、もし回ってなかったらどうなるの。もうこう言ってます。嘘やったら絶対嘘や、なんで嘘つく。本当です。なんでそんな嘘つく。なんでそんな嘘つく。なんでそんな嘘つく。こう言ってますよマジで、はい、分かった、じゃあ回っててよかった、だから回っててよかった、回っててよかったね、回ってない時読んだら危ないね、もうね、時間もいいんで帰ります。本当に危ないっす、最近全然お酒飲んでなかったんで、あ、久々にいきなりこれ終わっちゃうか、飲んだお酒飲むかだったんで、ごめん、ちょっと反省するわ、悪い女みたいやな。いやいや、楽しかったです。あの、もう言えてない、飲み方的には気持ちいいです。うんうん、またじゃあこれを飲もう。はい、ね、まあそうですね、もう別にあのカメラ回ってなくてもじゃあ誘ってください。分かった、お酒、分かった、誘うわ。はい、近所のお友達として。うんうん、もちろん引っ越しても近所やもんな。そうですね、はい。めっちゃ可愛い、ね、はい、ごめん、いやもう、ごめん、すごい、本当にあの自分で帰れるうちに帰ります。帰る、すいません、送ろうか。いや大丈夫です、ま、そうなるとまたまた俺家にもしかしたらあげちゃうかもしれない。家寄ってけよってなっちゃうかもしれない。はい、すいません、ありがとうございました。ありがとう、ありがとう、お邪魔しました。とんでもない。
失礼します、これちょっとこれだけ下げておきますんで。で大丈夫、置いといて、水だけの申し訳失礼します。ようこそフィレッジへ。